日本勝てます。選手の質で言ったら勝たないとおかしいですね。いくら怪我人出てて、ベース面じゃないとはいえ。ただ選手の質なんか監督でひっ,かりひっくり返りますからね。ただこのオーストラリアのグラハム・アーノルドも結構怪しい監督なんで、だからまあ、アジアっていう枠に助けられてますよね。こんな展開なの。まあ最初の方、ボンボン蹴ると思いますね。森保ジャパン大事な試合ほどね、しっかり繋がないといけるからね。蹴って裏、蹴って裏じゃないですか。全然スピードある選手。ね 浅野とか伊藤とかそれが得意な選手ですからね。浅野にざっくりロングボールはやめた方がいいですね。特にセンターバックの前の。絶対サイドバック裏狙わせた方がいい。真ん中だからカウンターも食らいやすいしね。浅野にね、大阪を期待してますから。ここ狙うのとここ狙うんだとここだと奪われてるんですけど、直線的にもうカウンター食らうじゃないですか。だからここはいいですよ。スピード的にもこう、裏のスペースでさっきみたいに。 オーストラリアってサイドバックの質別に高くないから、ビルドアップっていうサッカーの前にボールを進ませる行為があるんですよ。で、一応いろんな人の定義の仕方は別々だけど、このチャンネルで言うとビルドアップっていうのは、一つ一つラインを越えていって、最終ラインとボールホルダーだったりとかそこに絡んでいく選手がフィニッシュワークにたどり着く行為。だからフォワードのラインを超える、ミッドフィルダーのラインを超える、ここまでボール届けて、さあ最後は質で勝負しましょうっていうのがビルドアップにおいて重要。なんで、まずはフォワードのライン越えなきゃいけない。 で、次、ミッドヒルダーのライン超えなきゃ。で、フォワードのラインは間にエンドをちゃんと立っててくれるから、比較的超えやすいんですよ。これでももう超えたことになるし。ただ、こっから先なんですけど、こっから先の時に超え方としては、サイドハーフにつける、ライン管につけるっていろいろあるんだけど、このチャンネルだと、ここサイドハーフ、サイドバック、どっちがつくか、曖昧英語でファジーだからファジーゾーンで、ここは、えっと、バイタルエリアっていうふうに言われるエリアで、そこのハーフスペースって言われるところに近いエリアだから、 ハーフバイタルというふうにセンターバックとサイドバックの前のエリアを、真ん中をセンターバイタル。まあ、どこかにボールをつけたところから、フィニッシュワークって始まるじゃないですか。の時に、ここ、一番問題は、長友のが、ここで待ってる時に、受けると、これ、相手のディフェンスの目線になってほしいですけど、ここしかパスないんだったら、ここについてきやすいじゃないですか。で、これが、ちょっと内側に入ると、こう、こう、こう、あの、わかる。だけど、このままここにいて、結果、ここの南のも中入ってたりとかするから、何もないみたいな。 で、これってもう、ボールとマーカーを同一視野に入れられてるから、すぐ守備できて奪いやすくなるんですよ。で、これ、改正方法としては、前だったら長友が上がって、この間が空いてるんだったら、中盤の選手が降りてここ繋ぐんだけど、最初の方はこの選手が降り切ってなくて、体の向きがこう見れない。なんかこんな感じになっちゃって、結果こっちに通せない。で、その後は長友が降りてるんだけど、ここ張ってなかったりとか、降りてるんだけど、張りすぎてて、こっち側で、前の選手もサイドで、 このはまりやすい構造てたっていうだこれ直すんだったら南の入る長友上がる吉田が持ってるというか降りるもしくは吉田がこう開いてる状況3枚みたいにな手でここを運んでってこの間のところにつけるとサイドバック出てこなきゃいけないからこの間が空いてより一層攻撃しやすいみたいなでも吉田が運びきらないうちにつけたりとかいればいいのに裏走って長友がここで受けてまあ相手ミスってくれてチャンスになったけどみたいな こういう一個ずつ超えるっていうビルドアップっていう行為を日本代表は全体で理解してないからできない。ちゃんと少し内側に入ってたくさんパスコース作るから相手は迷って人形が広がったりとか極端に開くところが出てくる。これをやらなきゃいけない。 だからたまたま前にボール行ったり、たまたまロングボール入ったりとか、相手がミスってくれたりでしかチャンスにならなくて、これが相手に1点入れられたりとかすると、相手がリスクかけないから後ろに人数置いておいた状態になる、日本の攻撃の形が変わらない、結果得点できない、ワールドカップ出られない、えー、みんな怒るみたいな、そういう状況なんですね。で、あともう1個の問題は、前からのプレスの時に、4123にしてるんですけど、 このプレスの時に、浅野が間割りながら、どっちかでしかビルドアップさせなくて、結果全部ハマってる。守備の1対1だったり、なんだったらこっち側にボール来ないから、数的優位を作ってこっち奪えるっていうのを、浅野がこの辺でふわふわしてる、結果センターバック運べるし、この辺もマンマークで決めてるわけじゃないから、結果この辺で受けて、日本が寄ってきたらずらして運べるっていうようになっちゃってる。 でこれをマンマークしてないのは、ここのエリアが怖いからなんだろうけど、ただそれでこのエリアを使われてないかっていうと、ふわふわしてるから、結果他あの、そのつ度そのつ度フリーになった選手に、後手後手の対応になってるんですよ。で、プラス相手はトップ下の10番フルスティッチも降りていくから、ここはさぬふわふわしてる、ここもふわふわしてるところにもう一人降りていくから、結果そういうふうに起点がどっかした中盤にできる。なんでこれ、まあ、指摘するだけならできるから、まあ、さっきも改善策示したけど、改善策としては、ちゃんとインサイドハーマンマークつける。 にセンターバックの前は、ここ掃除屋をエンドにさせておきたいから、どっちかのサイド決めて、こういうのに降りていく選手に対して、オールサイドの選手はマんまついて、逆サイドの選手が絞っていく。そうすると、例えばこっち着いたときにこ、こう出て、こう出て、こうとか、こういう風にこっちが一番ピンチになりにくいエリアを捨てて、ピンチになりやすいエリアを締めにいく。 そう,するそうすると、まあ、このピッチャーし、この相手の技術レベルだと判定まで綺麗に触れたりとかしないから、奪ってショートカウンターもできる。だから守備から攻撃作る方法もできてないし、攻撃の時に相手を一個一個剥がす方法も、選手の配置だったりとか、あのボールを持った時のこの幅の取り方とかを、別にずっとここにいなきゃいけないじゃないの。原則与えてそこでポジションチェンジするんないけど、何もなしでポジションチェンジだけさせてるから、ボールを前に進めらんないようになってると。 でも全部、あの準備不足がバレてて、その準備不足を気持ちだったり、選手の個人の質とかで解決できるチーム相手には勝てるんだけど、そうじゃないところに戦ったら、絶対勝てない。本当なんか、マジで幸運がないと勝てない。いい,いところは、本当切り替えの瞬間の選手の守備です。頑張って走ってたってそう、ああ、そうだね、レオマリカ大阪の周り使われる問題から結局勝てないワントップの浅野がこれ、1人で、だから4人抑えるみたいになってるから、ちゃんとこれで、1人で2人までは抑えられるのって。 パススコース切れんのかここを押さえに行ってでサイドハーフに対してはサイドバックがついたりできるからでサイドバックにはウイングがついたりできるからこれで守備をまずどっち側を寄せるかっていうのを限定してそうするともうこっちにパス出せないからこの人はいらなくなるから結果運ばれたとかしてもこうずれてずれてとかできるから。 いや、でもこれでね、三笘がね、スタメンで使えること多くなったらいいけどね。でもまあ、ね、スーパーサブで出たからこそ、みたいな風にもう思われちゃいそうだしね。それもかわいそうだけどね。そう。トラバンクスさん、三笘の投入タイミング最悪ズバリでしたね。なんなら監督の想像通りの手の取り方だったんじゃないですか。ね。ズバリっていうか、あの、あの10分で結果出した三笘がすごいだけだと僕は思いますけど、ね、三笘が異常にすごいだけだと思いますね。この後どういうね、 オプションを増やせるのか、変に調子いいとさ、大会、あの、本大会も同じ戦術で行って、相手がさ、レベル高くなった上に日本研究してきて積むっていうことあるからね。むしろちょっと調子悪くなって、戦術変更して、相手が対策取れなくなってるぐらいの方が勝てると思うんですよね。そんな感じがね。 これで全部答えましたがまたあとはね、えー、YouTube のちょっと登録してまた遊び来てくださいありがとうございました <laughs> バイバイにあイバ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 バイバイ